って見て見てください。私の配信予定時刻8月20日22時と23時に入れてますどういうこと？私は22時に入れたつもりなのに誰かが23時に入れました。怖い。すいません、22時が正解です。え、怖くない？どういうこと？昨日からなってたよ。ん？昨日間違って23時って入れたのかな。昨日23時から配信しましたよね。それでかな。昨日、そもそも昨日に間違った予約を入れてたのかもしれない。そういうことですね。すいません、昨日から間違って入れてたんだ。昨日のショールームの予約を日付間違って入れてたんですね、多分本校は？リアル本校は？私本校は見てないよ、ちなみに。今初恋の悪魔ついてるから音消してだって嫌じゃん、なんかあの一人の部屋で本校は見んのしかも家じゃないから、なんか家だったら別にいいけど、家じゃないしなんか嫌じゃないですか。だから見てないし、そもそも私は初恋の悪魔視聴者だからまあショールームしてるから見ないけど、ついてはいる。初恋の悪魔別に本校はあんま興味ない、今まで見てこなかった、あんまり。そうそうです、わかる。お風呂入んの怖くなっちゃうじゃん、見たらだって私お化け屋敷にも入ったことない。ガチですよ、言っとくけど、めっちゃふざけて言ってるみたいに聞こえるけど、だって私お化け屋敷も入ったことないんだもん。これガチちょっと待って、テロップ入れよう。これはガチです。そう、え、本当にガチ。サントピアのお化け屋敷とかも入ったことないそう、お祭りのお化け屋敷も入ったことない。そう、可愛いこと言ってつろうとしてます。あのこれには私の純粋な思いがあって、あのもともとそういうアイドルとか芸能関係のお仕事にちっちゃい頃から興味はあったから、なんかお化け屋敷ってさ、なんかバラエティのさ、なんか王道というかさ、あるじゃないですか。だからなんかお仕事、そういう番組とかお化け屋敷に入るロケとかで、あの一番このいいリアクションを取れるようにお化け屋敷というものを経験しないでおこうって思って、それかあの好きな人と一緒に入りたいお化け屋敷だからあの取っておいてあります、ファーストキスみたいなお化け屋敷の存在やばくない？キスと同レベルでさ、お化け屋敷の存在感やばくない？私の中でだからお仕事で入るか好きな人と入るかどっちかなので、そうだから、お化け屋敷にはまだ入ってない。自分では入ろうと思わない。お金出してまで怖い思いしたくないえ、お化け屋敷に入る人の神経わかんない怖いそうだから、ファーストお化け屋敷はお仕事か好きな人って決めてるんで、はいそうだから、そういう怖い系もほとんど見ないですね。なんかあの何ですか、私の家族があんまりそういうの好きじゃない。なんか怖いから見ないとかじゃなくて、信用してないんですよ、そういうなんかお化けの番組とか。なんかさ、あの映っちゃったみたいなやつとかあるじゃないですか。なんかそういうのとかも全然信じてなくて、こんなん作り物だよみたいな、なんか面白くないって言って変えちゃう人だから、私の家族が。だからちっちゃい頃からそういうの見ないで育ってきたんですよね初めまして、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。そうだから怖いなんか番組とかに関して
なんかあんまりそのなんていうんですか、免疫がないというか見る習慣がなくって、そう怖がってる私を見るのにお金払いじゃあなんか今度バスツアーとか計画しようかな。みゆみゆとお化け屋敷入るバスツアー。待って、そしたら私何回お化け屋敷入んなきゃいけないの。いくら仕事とはいえそれはやだわ、やめようそれはやめよう。あーでも確かに VR のやつはちょっと興味あるな。あれでナナミとね、レイニアさんとミハルさんがやってる、あの今バンダイのあの広場の2階でやってるね、 VR BSN さんのね、確かにちょっと気になるけど、うん、怖い映画もほとんど見ない。あのドラマはね、今怖いドラマの知ってますか？あのオセロっていう番組と、あと赤いナースコールっていうのが結構怖い系のドラマなんですけど、それは見てるフォローしました、ありがとうございます。あ、嬉しい、またフォローしました、ありがとうございます。お化け役でもいいから一緒に入るいいの？私のことを脅かす役そう、なんかね、え、そうで、今日はおしゃべり会の合間にあの赤いナースコール見てたのTVer でしたらおばあちゃんがトラックにひかれてっていう顔しちゃった、一人で見てておしゃべり会の間ちょっと怖かった。ほらしました、ありがとうございます。そう、え、あのね、うん、オセロも赤いナースコールも結構怖い。そう、でもそういうのだったらいける。お化け屋敷はそもそもがね、入ったことないからあんま分かんないどういう場所なのかが。そう、だから怖いのは見てないです。あ、待って、アドレナリンの夜なんだっけ、めちゃくちゃ懐かしい。見た。え、ん？待って、アドレナリンの夜じゃなくて、あのあれなんだ、さくらさんと宮脇さくらさんとまゆゆさんのやつ、あれなんか怖いやつ、なんだっけ、あれは見た、 Hulu のやつか、それを見てました。アドレナリンの夜、アドレナリンの夜ってなんだっけ、名前聞いたことあるけど忘れちゃったあれでもさ、そのさ Hulu のやつの番組の名前も忘れたんだけど、待って、全然思い出せない。アドレナリンの夜って検索しても思い出せない。多分見てないのかもしれない、覚えてないからあ、それだ、クローズブラッドだ。クローズブラッドはね、見た気がする。でも覚えてないんだよね覚えてないのよ。セーラーゾンビは見たかな、もう全然覚えてないや。カラスが急にカメラにぶつかってくるやつはクローズブラッド、それ見た気がする、見た気がするうん、なんかそういうのは見る。でも怖い番組は見ます。本コアとかは全然見ない、うん、でも確かに私のこの配信が今ちょっと不気味なこの画角昨日も言ったけど、なんか下からライト照らしてるみたいな画角になっちゃうんですよね。これ光を反射させて顔だけ明るくしてるからそうなんだよね。
でも全然怖い話するつもりないのでそうです。日暮らしはなんか日暮らし DVD なんかもらったんだけど、私 NGT に加入してからなんか家に日暮らしの DVD あんだけど、謎にもらった、スタッフさんから日暮らしだからいつでも見れる。でもその DVD もらってからは見てない気がするけどそう、もらいました。でも 見たどこかで、どこかで泣いてる日暮らしは。やばい、もうさ、この曲さ、ネタ曲にしか聞こえなくなったよね、今回のツアーで。私振り覚えてないし、出ない人だから。なんかこれ今だから言うんですけど、もともとなんか今回のツアーってセットリストが最初全然違かったの、本当に全然違かった。あのね、一番最初のセットリストはその曲、なんか曲順みたいな、マックスから始まってみたいな感じ。簡単に言うと、こう NCT48 がこの今までにいただいた楽曲のこうなんか時系列順に並んだみたいなセットリストだったの、一番最初。そうだから全然違うでしょ、今のツアーのセットリスト。本当に一番最初に送られてきたやつはもう本当に時系列順みたいな、まあ、NCT48 の初めてのツアーだから、あの多分そういう歴史を振り返るみたいな感じで、そういう感じのやつだったんですよ。でなんか君どこもう最初全員でやる予定だったのだから、そうこれ聞いてほしい、君どこ最初センターだった謎すぎない？なんで私君どこセンターだったんだろうその一番最初のセトリの時、なんかそれぞれのメンバーが前に出やすいように組んでたのかわかんないけど、なんかマックスのなんかこう順番は基本今やってるマックスと変わんなかったけど、君の子なんかマックス私めっちゃ後ろの方だったのね、一番最初のセトリのマックスのこの歌う順番的に一番後ろじゃないけど結構後ろの方で、平歌の歌割りなしみたいな感じだったの。マックス全員で最初のやる予定だったから、でマックスの平歌ないパートの人だったから、多分その分次の曲でなんか前に押し出された結果、謎に君どこセンターで最初でだから全員で一回振り入れしたんですよ、君どこ。そうでもその後ああいうなんか春夏秋冬みたいなブロックに入れられることになったから、私は夏のしゃべぴやるから君どこ結局出なくなって、そう出なくなって、でマックスはなんかその君どこ出てたメンバーの分詰めてなんかあそこの歌わりになったみたいな感じそうなの。だから最初君どこ全員で振り入れしたから覚えたはずなのにもう覚えてないそう、多分ね、そう君どこの謎のセンターは多分マックスの平歌ないぐらい後ろの方だったからプッシュされた結果謎にセンター、なんか私と奈々子さんと美晴さんで最初の歌割り歌ってたの、最初の一番最初のセトリの場合。そうでもそれぐらいなんか最初のセトリで何曲かは振り入れ終わってたの、でも言うて3曲ぐらいだけど、3、4曲ぐらい一番最初のセトリでなんか振り入れやったんだけど、その後にセトリがガラッて全部変わっちゃってなんか振り出しに戻っちゃったんですよ、このツアーの最初の方のリハ。なんかめっちゃね、なんかそのセトリが定まるまで結構長かったです、ツアーはね。そう、そうだからもう君どこ披露することないと思う私もう覚えてない、だから一回覚えたけど。なんだろうね、なんかセトリ結局めっちゃ今のセトリにガラッと変わったし、今のセトリになるまでも本当に新潟公演の初日の2日前とかまでなんかアンコール曲が前後したりとかなんかしてたりしたから、結構本当セトリ定まるまでめっちゃギリギリでした。そうなんです。
だからなんとなくしか踊れない君どこちょっとじゃあいつかね君どこセンターやる日が来ればえ、そう、あとね、なんかその君どこ瀬戸里、でもそう、でも君どこがそもそも瀬戸里の中に一番最初からいたこと自体が結構珍しいことだと思うんですけど、なんか最初の瀬戸里、え、それで言うとね、空き缶パンクは最初の瀬戸里には入ってなかったんだけど、なんかそういうツアーでなんかその盛り上がる系の楽曲を入れたいみたいになって、演出家さんのその都合で空き缶パンクはなんか新しくなった瀬戸里から入りましたみたいな感じで、結構その元々の瀬戸里には入ってたけど新しくなってなくなった楽曲だったり逆に追加された楽曲だったり結構いろいろある中で、君どこ一番最初から入ってたって結構珍しいと思うなかなかこういうさ、コンサートとかのステージで披露されない楽曲だったから今まで、そう、だから結構それだけでも珍しいですけど、そう、なんかそれで、あの、でも君どこは最初からやることになってて、あの瀬戸里が、まあ、今のツアーの瀬戸里に変わってからも君どこ変わらず入ってて、で、あの、なんだっけ、日暮らしに出てるメンバー、リカさんとひなたさんとレイニアさんがこう中心で歌うに変わって、私じゃなくて私出なくなったからそのメンバーが中心に歌う、なんかもともとの瀬戸里の一番最初の瀬戸里の時もそうだったけど、サビはその3人がセンターみたいな感じ、歌い出しだけなんか私が真ん中みたいな感じだったんですけど、そう、なんか感想で北条さと子ですわって言ったりとかする予定だったの、もともとの瀬戸里でもなくなっちゃったそれもそれで聞きたかったけどもうでもそれをやったらさ、とんでもなく渋滞するよね、あんななんかアトリエテニスラーメンとかそば食べてるみたいな中にさ突然北条さと子ですわってやり始めたら結構やばい、大渋滞わかる、それはそれで見たかったよね、でもなくなっちゃったけど、そう、そうなの、そうなの、私センターバージョンやるかなもうなんかやる機会ない気がするけどそう、そういうのもありました、そうなんです、あ、そう、あとさ、またちょっと話変わっちゃうんですけど、ツアー、あの、まあ、新潟公演、昨日ね東京公演昼夜やらせていただいたんですけど、その新潟公演から東京公演で若干変わったところだったりとか、あと東京公演は昼夜だったからお昼やってみてなんか夜変えた部分とか結構あったんですけど、そう、あの、まあさ、あのメンバー紹介に関しては、まあ、昨日も言ったけど、これに関してはあの本当の理由というのは分からなくて、私がクビにされたのか私の負担を減らすための優しさなのかはまあさておき、なんかそういう感じでこう東京公演から変わったこととかヘリヨルの間に変わったこととかも結構あったんですけど、あのシャーベットピンク、なんか浴衣脱ぐ瞬間あるじゃないですか、で、あれなんか新潟一番最初の初日の新潟公演とあと東京の昼公演は普通になんかマリナさんがこう喋ってて、サビ終わってマリナさんが喋ってて浴衣脱いで海に行くぞーの瞬間にこう、ま、浴衣脱いでで私が下に降りてなんか喋るみたいなのがその新潟の初日公演と東京の昼公演だったんですけど、もうこれ本当にリハからそうだったんだけど、私あの浴衣脱ぐの超苦手で毎回マリナさんの海に行くぞまでに浴衣脱ぎ終わらないんですよそれででもその後私喋らなきゃいけないから、なんかそのめちゃくちゃ自分の中ではめっちゃ急いで頑張って脱いでるけど全然脱げきれてないあの浴衣をあの脱いで、その後私喋らなきゃいけないからなんか焦っちゃってて何言ってるか分かんないって言われたんですよ昼公演終わりに、そう、昼公演終わりに、なんかそれの何喋ってるか分かんないし、なんか私昼公演なんか間違ってなんか美晴さんはその新潟公演の時には割れませんでしたが今回はジャスに割れるのでしょうかみたいなこと言いたかったのに、なんかワードを一つ抜けちゃって
なんか変な言葉を言ったのね、東京の昼公演で。それもあるし、なんかそもそもすごい焦って聞こえるみたいななんかマリナさんが海に行くぞって言い終わった後、私がすぐ喋れるんだけど、私がなんせ浴衣を脱ぎ終わってないがために、自分自らその自分の喋る尺をめっちゃ減らしてんですよ、自分の浴衣脱ぐために。で、余計に早口になっちゃって、なんか何言ってるかわからなくなっちゃったから、その夜公演からはもういいよ藤崎、浴衣脱がなくていいよって言われてそのマリナさんが海に行くぞって言ってる時に、もう私なんか上手の 2.5 階みたいな、あの羽みたいなところにいるんですけど、マリナさんがその海に行くぞって言ってる間にもう2階まで降りちゃって、でもその後あの喋りながらゆっくり2階から1階に降りてきて、でもう自分の歌割り、愛しさはシャーベットピンクまで歌い終わってから、あの開口にはけてゆっくり脱いで、脱ぎ終わったら出ておいでって言われましたそうだから、あの今までの新潟の初日公演と、あと東京の昼公演でね、普通にあのまあちょっとめっちゃ脱ぐの遅かったんだけどその浴衣脱いでたのに、あれなんかめめ浴衣脱がずに降りてきちゃった、あれ歌っちゃった、え脱ぐの忘れてるみたいな思われたかもしれないですけど、全然忘れてないです。あの私が脱ぐの下手くそなので、裏でゆっくり脱がせていただきました本当はね、なんか海に行くぞで浴衣パーンっていう絵を見せたいらしいんですけど、私がなんせあの浴衣を脱ぐの本当にリハからずっとできなくって、もう最終的に諦められてしまいましたそう、だからもう君が一番好きだって歌い終わってから出てったそうなんです私がね、間違ったわけじゃないですから、これめっちゃ訂正したかったんですよ、間違ってないです、そういう演出に変わりましたそう、なんかそういうね、演出がちょっと変わった部分とかもあるから、なんかさ、それこそなんだ、自然渋滞の後とかさ、なんか昼はちょっと2期生 MC みたいなのやってたけど、夜はなくなったりとか、あれも別に忘れたわけではなくって、あのちょっとなんか昼公演がちょっと伸びちゃったらしくって、そうだからそういうなんか長くなっちゃった分縮めていこうみたいな感じになって、そういうちょっと MC をなくしたりだったりとか、この昼夜の間でも本当にいろいろ訂正して変わった部分があったので、昨日のリハじゃなくてツアーは、そうなんですよっていうことを言いたかった。でもなんかそういうのをこうなんか新潟公演との違いも含めてね、こう見ながら、アーカイブもねあるので、見ながら楽しんでいただけたらなって思います。なんか本当にこのツアーに関してはそのメンバーもね、あの昨日のツアーはゆなこが最後だったりとか、次のツアーはななこさんが最後だったりとか、その本当に毎公演誰かにとっての最後のツアーみたいになってるから、そもそもその出演しているメンバーも違えば、そうやってその一つずつの公演ごとにあの直したりとかして、少しずつ変えていって、より良いステージにしようっていう風に少しずつ変わっていっているので、なんかそういうところもなんか注目しながらというか、あれ前の公演と何が変わったんだろうとかってね、あの思いながら見返したりとか、あの本当に一公演一公演もちろん全然違うので、たくさんね、今次は埼玉と千葉ありますけど、ぜひそちらの方にもね来ていただけたらなって思います。はい、ぜひぜひお越しください。もう本当に今日のおしゃべり会もね、ツアー見たよっていう方が来てくださってとっても嬉しかったです。そう、あの昨日のツアーも行って、今日のおしゃべり会も参加して、明日のねツーショットも行くよっていう方もいらっしゃって、本当に3日間ね、大事なお休み3日間を NGTU に捧げてくださる方とかもいらっしゃって、とってもね嬉しいなって思いますね。うん、なん
当になんか楽しい週末って感じなんかいろんなことがね延期になっちゃったりとかもしましたけど、こうやっぱりみんなが元気に楽しく会えるのが一番だなっていうふうにすごく改めて感じてるので、そうだから本当に、うん、明日も楽しみたいなって思います。ちょっと今日寂しかったんですけどね。そうなんかあのメールの返信とか読んでたら再販がなかったのかな、なんかこの8月分らしくって、その今日ねめっちゃ寂しかったんですよ。なんかあのいつもこのオンラインおしゃべり会って一部ごと終わるごとにその分に何人来てくれたみたいな数字が出るんですよ。もちろん自分にしか見えないんだけど、なんかで今までのこのおしゃべり会の分メモしてるのね私、このアルバムのこのアルバムのオンラインおしゃべり会のその各部来てくださった人数とかこれ全部出るからそれちゃんとメモしてるんですけど、そうもう今日は今までで一番寂しい思いをたくさんしました全部のなんか結構普段のしゃべり会だと 6,7 部はたくさん人が来てくださったりとかするんですけど、今日はもう結構どの部もずっと寂しいみたいな感じ。まあ7部が一番多くって、7部ねあのね7部は何だったっけな、ちょっと待ってくださいね、もちろんさすがに数字は言わないけど3部の倍人が来たみたいな感じ3部の倍来てくださったけど、それでも全然このいつものおしゃべり会よりはなんかすごい時間が長くって、一人の時間がすごい長くってあれって感じだったんですけど、メールで聞いてみたらなんか再販がなかったみたいで、まあ、ゆな子はね今日誕生日だし、そうだしあともうね卒業も控えてるから、ゆな子とかは今日隣だったけど一生喋ってたそうそれはまあね誕生日だし、そうなんだけど、そうだからあ再販なかったんだみたいな、最後の再販確かに、なんかいつもさおしゃべり会のさ再販するときってさ何月何日分はこの受付が最後ですみたいなこと結構ね書いてあったりするけど、それがなかったのかな多分8月分に関しては、そうなんですね、多分それもあってか結構寂しい、長かったとっても一部あたりの時間がそうでもさそういうことだよね多分ね、そのラストですよみたいな案内がなく終わっちゃったから、多分みんなも変えずに終わっちゃったのかなみたいなのもあると思うんですけど、そうなのよねあそっか活動自体が休止してた頃かな、7月末とかねツアー終わってからだったかな、そうそうそう、なんかそれもあってかもちろんツーショットとかね他のイベントもあったりとかそれこそツアーもあるしね、そうだからまあそれもあると思うけど、そうだからなんかあでもさ本当にいつもこういうおしゃべり会とかの受付思うけどさ、そんな先の予定なんて知ったこっちゃないぞみたいなさスケジュール出してくるじゃないですか、なんかもうだって6月のさ頭ぐらいにさ9月の予定とか出されたところでさそんな先の予定なんて分かるわけないじゃないですかそりゃさこの再販ギリギリっていうか最後の受付までさスケジュールとか分かんなかったりとかするからさ、最後まで買えない方とかさ予定合わせるためにさ手を出せない方とかって絶対いらっしゃるわけで、それがねその最後の受付がなかったからあれ終わっちゃったみたいに多分なったんだろうなっていうのすごい納得しました。でもとっても寂しかった、そうギリギリまでね再販してくれるからみんなその再販をねいつも多分待ってると思うんですけど、それがなかったのね多分ね、うん、9月分の再販か、でもこの前まで9月分受け付けてましたよね、だからそれはなんかありそう、もう1回ぐらい再販、その時はちゃんとラストですよって言ってくれる気がするけど
ね、うん、そうなんですよね。だからすごいさ、まあ、もちろん最初の方からね、こう受付期間中にさ予定を立ててね、こう私と会いに来るためにこう券をねゲットしてくださったりとかしたらね、とってもとっても嬉しいけど、絶対そうはいかないでしょっていうスケジュールだから、どう考えてもそんな先のスケジュールなんて分かるわけないよみたいなね感じの日程とかが出ちゃうから、そうだから今日はすごい逆にみんなに聞いてよかった。みんななんで私はさツアーを終えてさツアーの感想とかをさ皆さんとお話ししたい気持ちだったからさ、そうなんでみんな来てくれないんだろうっていう気持ちだったんですけど、なんかメールで聞いてすごく納得しました。あーそういうことかって思って、そうね、オンラインも当日券があればねいいんだけどね、まあそれはなかなか難しいのかな、どうなんだろう。オンラインで当日券ってまだやったことないからね、うん、どうかちょっと分かんないけど、それができれば一番いいよね。はじめまして、ありがとうございます。ぜひフォローしてくださいね。明日のツーショットはあるのかな、当日券もうなんか出てました？明日は当日券ありますよみたいな案内。あ、現地販売に関するご案内出てますよ。明日8月21日東京流通センター第2展示場 F ホールにて開催させていただくツーショット撮影会の会場にてファーストアルバム未完成の未来劇場版通常版の現地販売を実施いたしますってありますので、明日も当日券ありますね。でも明日は、え、待って、明日も3期生いるんだ今知りました明日も3期生いるって、みんなよかったねよかったね明日もあるみたいですね、うん、嬉しい、明日も3期生に会えるよ、みんなもあれかな、うん、3期生出んの今知った、いないのかなって思ってた、うん、でもあれかな、多分前回と一緒でその自分のもともとその明日の券を持ってる方しか当日券を買うことはできなくて、で、あの自分の参加する予定の部以降じゃないと当日券買えない感じかな。その自分の持ってる部の分しか当日券は買えないのかってことですかね、うん、あ、そう、中学生いないんですよ。そうなんです、そうなんだよでも明日も当日券あるということで、ちょっとオンラインの方のね当日券はなかなかね難しいのかなと思いますけど、明日のツーショット撮影会の方は当日券があるということなので、まあ、明日のね券をお持ちの方はぜひ私のところにも会いに来てくれると嬉しいなと思います。はい、明日は1部から7部まであるんですけど、3、4部はアウトドアの服で、1部と2部と5部と6部と7部はデニムのワンピースを着ます。そうで、私は明日は何レーンなんだろう、 11レーンの予定らしいです。お待ちしてます。そう、それでね、あのね、前回新潟でそのツーショット撮影会があった時に、あのすごい
寂しかった。これもまた寂しくて、今日のおしゃべり以外もちょっと寂しかったんですけど、あの前回のその新潟でのツーショット撮影会の時、あの私その時も1部から7部だったんですけど、1部さあいよいよツーショット撮影会が始まるぞっていう時に、なんか私すっごくワクワクしてて、ワクワクして自分のブース入ったら誰も並んでなくって、なんか他の連はもうね何人かファンの方が並んでて、じゃあ始まりますって始まった瞬間に結構ワイワイしてたのに、私本当に寂しくって、え誰も来ないのかな今日このままずっとみたいな、めちゃくちゃ寂しかったんですよ。そうなのでね、まあ、そのもちろん 急いでとは言わないんですけど、開始時間には並んでてくれたらとっても嬉しいなって思います。特に一部に関しては本当にね、皆さんその分朝早くになっちゃうかもしれないから本当にね申し訳ないんですけど、特に朝の一部は本当にその後の分も これぐらいなのかもしれないってショックを受けるので、できたら来てくださるととっても嬉しいですね。コメントが動かなくなっちゃった。ああ来て来て来て、そうなんですよ。だからぜひ一部にね、ああそっか当日券買うのに並んでた、そっかそれもねあるよね。なんか新潟の時そのツーショット撮影会がそもそも初めてだったからね、あのなかなか混み合ってたようで当日券も ね。そうなんです。だからぜひその、まあ、一部に限らずなんですけども、でも一部が一番大事一部の一番最初がまあ一番大事なんですけど、まあ、一部に限らずどの部もね、なんか始まる時には最初からいてくださったら嬉しいなってすごい思います。はい、しかも前回またさ、これ誰も悪くないんだけど、前回隣がゆなこだったんですよ。ゆなこもう卒業が決まってるからさ、めっちゃ並んでて、余計に並んでて、私待って本当に誰もいないんだけどってなってそう余計にね、あの隣との差を見せつけられたみたいな。もう卒業があるからさ、それはもちろんそうなんですけど、別にさ、ゆなこが悪いわけでもないし、ゆなこの例に並んでる人が悪いわけでもないんですけど、そう、それもありまして結構本当にショックだった。そうなのでね、一部からある方は最初に来てほしい。で多分後の方になると、それこそ当日券で来てくださる方、えそんなにいなかったの？ゼロです、朝一朝本当に私もう今日誰もファンが来ないんだって思いました。その時本当に悲しかった。もうだってさ、私とそのスタッフさん、あの秒数測る方とか写真撮ってくださる方、スタッフさん本当に寂しかった。いやそう、なんかこれがリアルイベントだなっていう感じはするけどね。そうでもまさかの本当に誰もいなかったの、本当にショックだったそうまあ朝一だからね、そう全体的に少ないのもあると思う。朝一はそれはもうオンラインおしゃべり会でもそうなんだけど、せめて一人はいてほしかったなってそうそうなんですよ。みんなまあ私がマイペースだからしょうがない、みんな推しに似るって言うから多分みんなもマイペースだったんだ、これは誰も悪くない多分みんな私に似てマイペースだったから来なかったの最初そうなんですよ。だからみんな なるべくね、でも本当に急いで来た結果事故に遭いましたとか一番嫌だから、そんなもちろん急いで来てとは言わないんですけど、なんか気持ち早めに来てくれたら嬉しいなって思うし、多分そのブーが始まってから、ま、なんかこう 何分か経った後だと多分当日券を使って会いに来てくださる方とかもいらっしゃると思うので、なんか
ね、いろんなメンバーの件とか取ってる方とかは特にあの時間が読めなくなっちゃうと思うから、この子のとこも回ってこの子のとこも回ってとかっていう風にする方はより多分そう時間配分結構考えていらっしゃった方がいいのかなっていうのは結構新潟でやってみて感じたので、うん、そうだからあの当日券を使って来てくださる方はもちろんその場でまずさ券をさあの現地販売のところに並ばなきゃいけないから、多分時間的にねあの時間がかかると思うんですけど、もともとの販売でねあの受付の段階で私のね券をね持ってってくださってる方はねちょっと早めに来た方が多分その回転率としても結構いいんじゃないかなって思うので、時間に余裕を持って来てくださると嬉しいなって思います。はい、頑張っても3人くらいかな。なんかね前回来てくださった方は5人が限界だったって入ってきた人いました堂々とそう私いろんな人のとこ回ってますって感じで来てくださって、やっぱ5人が限界だったわって感じで来てくださった方いましただからまあ人にもよるだろうしそのね部によるだろうけど、そうその部にもよるだろうけど5人行けた人がいたらしい前回そう当日券も使って5人は結構すごい方、ファンの方からしたらそうなのか、最大で5人だね。そうなると多分ね、まあ時間に余裕を持ってって感じですねうん、まあ大体3から5人5人が限界、まあ3人回れればいい方みたいな感じなのかな。なんか私には基準が分かんなかったからさ、おそうなんだしか言えなかったんだけど5人だったみたいなこと言ってて、そうなんだって感じなんだけどすごい方なんだね5人はね。まあ3人回れればいい方って思った方がいいかな、一部あたりはね。あとやっぱ卒業控えてるメンバーとかもいるので、そうなると多分あの当日券も含めて多分人がかなりね並ぶことが予想されますので、あのいろんなところに回りたい方はその辺も考えた上でいらしてくださいで大釜よりは多分明日の会場はそんなに暑くはないと思うんですけど、逆にね冷房がガンガンな可能性もありますので、暑さ対策寒さ対策お気をつけて、体調が悪くなったらすぐに周りのスタッフさんにお声掛けいただけたらと思います。本当にでもとっても楽しみ、ツーショット、うん、ビビって一部で一人ずつしか撮ってない。まあそれでね、いけそうだったら当日券という手がありますので、ぜひ当日券使ってね、はい、会いに来てください、うん、そうで、あとこれあの前回そうだったんですけど、私的にはあの立ってお出迎えして立ってお見送りしたいんですけど、ブースに来たかった、まあ、このご時世で立つの NG ということで私はもうずっと座ってお出迎えして最後まで座った状態になっちゃうんですけど、なんかそれがルールらしいので怒られた、立ってたら立ってたら怒られたのでちょっとご理解いただけたらと思います。決して冷たい人なわけではございませんので、で皆さんもねあのブースに入ってお紙面に会えてから会えた瞬間にねたくさん話したくなる気持ちはとってもわかるんですけど、あのパーテーションがなんせ座った部分しかなかったりするので、アクリル板そうなので、あの入ってすぐに椅子に座っていただくようにお願いしたいと思います。はい、あそう立って写真撮るのね全然大丈夫みたいです。そう別にダメとは言われてない。そうただその写真撮る時だけで、その後写真撮影した後おしゃべり会の時間があるんですけど、その時はもうマスクをつけて椅子に座った状態で
やるので、写真撮影の時のみ立っても大丈夫。まあ立つのがマストなわけではないんですけど、立って撮影するのは NG ではないらしい。その撮る時は別に喋るわけじゃないから、そう。でもなんかポーズ決める時は座ってなきゃダメかもね。そのだから話す時は座れみたいなことだと思います。そう、立って写真撮るのはいいけど喋るなみたいなそう、喋るのであれば座ってみたいな。ポーズ決まってから立った方がいいと思います。だからまず入ったらまず椅子に座る、それがもう鉄則だと思った方がいいと思います。はい、タッチ撮影はその前回は OK だった、ただ今回から変わる可能性もあります。その多分私たちも当日向こうに行って、ここがこういう風にその新潟の時と変わりましたみたいな説明を受けると思うので、もしかしたら変わる可能性ももちろんあるんですけど、あの前回は大丈夫だった、今回はまだわからないって感じです。だから昨日の配信で立っていいって言ってたじゃんみたいに言わないでください。それは前回の話であって、今回はちょっともしかしたら前回危なかったから今回から変えますよっていう風になる可能性もあるので、あの信用はしないでください。ただ前回ね、立って写真撮ってる人いたけどみたいな風に思う人がいたら、前回は大丈夫だったと思っていただけたらと思います。はいそう、あ、そうね、声ね、そう、ちょっと大きめに話していただけたら嬉しいかも。そのマス、皆さんとお話しするとき、私たちはマスクつけてないんだけど、皆さんはマスクつけた状態で、あのアクリル板を通してお話しするので、ちょっとそれもね、しかもオンラインじゃなくてさ、周りみんなざわざわしてる状態でお話しすることになるので、ちょっとやっぱり聞こえづらい部分があって、前回そう、せっかくね皆さん楽しみにしてきてくださって、すごいニコニコしながら嬉しそうにお話ししてきてくださってるけど、何も聞こえないってなっちゃって、そうで、すごい聞き返すのもね気まずいし、なんかそれ聞き返して時間取っちゃうのさ嫌じゃないですか、限られた時間の中で。そうだからやっぱりこうしっかりと会話できるように、ロスなく会話できるようにするためにも、ちょっとなるべく声を大きくお話ししていただけた方が嬉しいなって思います。はい、そう、せっかくね直接会ってお話しできる機会なので、やっぱりこう楽しい時間を過ごしたいじゃないですか、お互い。そうだからしっかりと、で多分私たちももちろん声をしっかり張るようにこう気をつけはするんですけど、多分私たちはマスクつけてないから、あの最悪聞こえなくても皆さん口の動きを判断して多分聞き取れると思うんですけど、あの皆さんの話してることっていうのはマスクつけてて口の動きを読むこともできないので、そうだからそこはちょっと気をつけていただけると、お互いよりあの快適に楽しく過ごせるかなと思います。はい、そうですね、そんな感じかな。まああとは本当に多分前回やってみてこの方がやりやすかったねみたいな感じで変更点みたいなのも多分出てくると思うので、まあ前回参加してくださった方はまあ前回通りにやればとは思うけど、ちょっと何がどう変わるかはもう分かんないので、まあ明日皆さんはスタッフさんの指示に従っていただけたらなって思います。初めての方にもおすすめできるポーズ、前回はこう一緒にハート作るポーズがすごく多かったです。うん、あとはなんか私がいつもキャッチフレーズでやってる富士山のポーズとかが多かったかなと思います。はい、ぜひ参考にしてください。フォローしました、ありがとうございます。持ち込みはなんか一緒にこれを持って一緒に写真撮りたいみたいな感じであれば多分大丈夫。
その例えばツアーのグッズのうちわとかは前回は大丈夫でした。ただなんか物によってダメって言われたらしくって、なんかグッズだったのにこれつけていっちゃダメって言われちゃった、入り口でダメって言われちゃったみたいな方もなんか中にはいらっしゃったみたいなので、まあその場のスタッフさんの判断みたいなところはちょっとあるんですけど、なんか一緒に写真撮るために持ちたいもの、まあ基本公式で出てるグッズなら大丈夫な気はするんですけどね、なんかまあ本当にそこのスタッフさんの判断によるって感じはしますけど、うん、ですね、うん、うちわとかは前回は大丈夫でした、うん、あとあのスイーツ部のアクリルスタンドとか持ってきてくださってる方とかもいらっしゃったので、そうなんかそういうのだったら大丈夫かなって感じはしますけど、まあ、その時にはい、指示に従っていただけたらと思いますね。はい、ゲートフラッグ、ゲートフラッグに関してはさ、本当にさ、あのもうどこで使うのって感じですよね、本当にこれに関してはとっても申し訳ないけど、あれはどこで使うんだって感じですよね。せめてツーショットでは使わせてくれって感じですよねどうですかね、おやすみメールね送ったんだけど、あ、なんか止められてたらしいのでちょっとじゃあ早めに切り上げてメールをもう一回送りたいと思います。最近めっちゃメール止められちゃうんだよね、私が悪いんだけどさ、別に悪いこと書いてるつもりはないんだけどさ、いつもなんか止められちゃう、ここ3日間ぐらい連続でメール止められてんだ困ったよ、頑張って書いてるんだけどなそうなんですよ、寂しい。昨日いつだったっけな、なんつうかだからみんなの手元に届いてないメールがあるダメですって、そうなんです、だから直しますね、なんか訂正すれば送りますみたいな感じのことも多くて、これは完全に内容的にアウトって言われた時もあれば、ここの部分だけ訂正していただければ送りますみたいな感じの時もあるから、そうちょっと、ま、直して送りますやばい、こんだけさ、もうさ本当にさ3日間ぐらい連続でさ今注意受けてるからさ、やばい、そろそろさ要注意人物だと思われそう、やばいやばいやばい、こいつにメール書かせたら終わりとかって思われたら私全ての言語を失ってしまうやばいやばいやばい、ちょっとだから気をつけますねそんな悪いこと書いてるつもりはないよ、ちょっとじゃあランキング読みますなんかなんでかね、ランキング横にしないと出てこないんだよね。13位みのるさん、ありがとうございます。12位しまかぜさん、ありがとうございます。11位すいばらなかてぃさん、ありがとうございます。10位ひちくやまろっぺんさん、ありがとうございます。9位らまさん、ありがとうございます。8位としーさん、ありがとうございます。7位としさん、ありがとうございます。6位ほしーさん、ありがとうございます。5位くるくるさん、ありがとうございます。4位ペンギンサンタさん、ありがとうございます。3位カルパラさん、ありがとうございます。2位マーチンさん、ありがとうございます。1位超快速さん、ありがとうございます。そう、それとさ、そうだそうだ、昨日ね、昨日ショールーム夜やったじゃないですか。昨日なんかタワーを建ててくださった方がいらっしゃったらしいんですけど、気づけなくってごめんなさい、全然ありがとうも言えずに、全然気づかないまま配信終わってしまって本当にごめんなさい、ありがとうございました、改めてになっちゃいますけど、慌ててくださった皆さん、ありがとうございました。ごめんね、気づけなくてすいません、ありがとうございました。よし、メールを送りますおやすみ、ありがとうございました。明日のツーショット撮影会お待ちしてます。朝から夜までありますが一緒に楽しみましょう。おやすみ。